ございます。はい、結構な話ですね。異常な感性ありがとうございました。すっかり私も見たようにですね、痩せましてですね、これ減量作戦成功ということなんですね。まあしかし笑いの商売ってね、もう言葉ばかり気にするんでしょ。だからテレビ見てもね、非常に言葉を気にするんですね。だからテレビドラマで刑事ドラマなんか見てますと、電話がリンとかかって、何事件なんか驚いてるんですね、事件何事件殺人部長殺人何殺人そんな大騒ぎするのはないんだよ。だいたい警察ってのは事件を扱うところなんですから、あれだいたい自分の商売ですからね。事件ってあ事件が来たかってそういう感覚でしょ。何事件言うわけないんだけどね。あれお蕎麦屋さんだったら大変ですよ。お蕎麦屋さんだって商売ですから、はい、出前来てる。何出前マスター出前何出前来たそんなことないの。何ラーメン来たラーメン来たうるせえなバカ野郎って、なんかよく分かんなくなっちゃうっていう。だから言葉でもね、それでやっぱり日本人の良くないっていうのはところはね、やっぱりね、すごいね、テリアなんですね。だから仕事の関係で仕事の話をしたくてもなかなか切り出せない。よくね、俺んちにも電話かかってましてね、テレビ局の人は、滝ちゃん、仕事が話なんだけど、一杯飲みながら話そうよ。必ず飲みながらなんですね。いきなりって仕事って言わないんで、必ずそこ現場行きますと、割烹料理館がありましてね、え、来て来て、大将、来て来て。いやいや、待っちゃってさ。どうこれとかいろいろこと言ってたからお酒ないしの、いや俺酒日本酒かないなぁなんて言って、魚うまいんだ魚がなんて言って、全然仕事の話しない。しょうがないから、今日仕事なんですか。なんだなんだなんだ、それを忘れてたでいい加減しようかな。そのために読んだのに、もうわざと切り出せなかった。でもやっぱそういうね、照れがあるからいいんですよ。でも最近は何ですか、日本人ってのはディスコとかね、カラオケだと照れがなくなっちゃってね、もうカラオケでも酒も飲まないで歌えるのいるでしょ。カンナなっちゃって、見たらクッそれで言って、歌詞も全部知ってね、一応見たりなんかしてる、あれがよくわかんないですね。それで、何歌いますかって言うと、もうちょっと歌詞かと思って読んでんだけど、もうしっかり自分の歌とか押さえてあったりなんかしてあ、ここだなって、嘘をつけこの野郎なって。うん、で歌いだしたら止まんなくなっちゃってね、もうボーイさんが椅子まで片付けてテーブルに置いてるのにまだ歌ってなくて、シャッター閉まって頭打ってるのにまだ歌ってる、そういうズーズーしいのがいたりね。だから踊りだって最近はすごいですからね。昔の踊りってのはあれですよ、社交ダンスしかなかったんですから。社交ダンスっていまだに教えてるとこありますけどね、この間ちょっと様子見に行ったらね、足型がいっぱい書いてあるんです。その上をただたどるんですよ。まず練習は足の右足左足があって、こうやって踊る練習はジルバとかいろんなワルとかそういうのだいたい4日か5日間やらされて、バカバカしい金払ってそればっかりで送って、その後先生がついてくるんです。先生はこうやってるけど、初めての人はもうこうやって踊れないから、先生に手もらってもらって、まだ足が気になるからこういう形になっちゃうんですね。ほんで我々の若い頃はもうね、ツイストですからね。ディスコと言ったってツイスト、こうやってねみんなでヤンヤンしてたんですからね、うちのおふくろが初めて言うて、やならやめろって言ったんですから、やだやだ原宿なんか人全員で嫌なんですから。バカ野郎って言われてね。じゃんじゃん踊りがかかってきてね。で、もっと踊りは、洋室と初めて漫才ブームで売れた時に、初めて六本木のディスコ行きましたらね、ドア開けてお金払って入った瞬間にね、なんかライトがピカ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 して、みんなこうやって踊ってるんですよ、ね。これはどうしようかなと思ったら、洋室と二人で、すごい踊りが流行ってんな、東京はと思ってね。俺来たことないけど、これがよし、これが新しい踊りなんだなと思って、二人入ってやってもこうやってしたんだ。よく考えたら、ライトがピカピカやってから、普通に踊ってるんだ。普通に踊ってるんだ。こうに見えるだけなんだよ。あれは見えるだけなんだけど、実際そうやって動いてんだと思ってから。二人いつの間にかライトが明るくなっちゃって、消えちゃう。そのライトがつかないと、普通に明るくなかったら二人揃ってこうやってしたんだ。全然違う踊りになっちゃったなんかさ、それそういうだけでディスコとかそういう時に必ずなんか悪そうなね、チンピラみたいなのが必ず来るんですね。おいつら人が楽しく踊って集まってる時に必ず声が来ますからね。何やってんだ何やってんだ。それで何かと喧嘩吹かれてね、おい、タケちゃんって言った見たな俺の顔って言った叩いたもんね、あれなんてそういうのがいたりなんかして、それでやっぱり北海道行ったら面白かったですね。東京から行ったんでなんかね、チンピラ風のやつとね、大阪から来たやつとそのディスコの中で喧嘩になっちゃうみたいな。外は雪が降ってるんですよ。来たら、バカ野郎、お前どっか来た、俺は大阪で。俺は東京で来ねえんだって言ったら、お互い気に入らなくなったらしくて、表へ出ろって、表へ二人で出たの。したら、外は雪降っててね、普通のエナメルの真っ白いね、よくいいんでしょ、エナメルの金靴。それ二人とも入ってんの、お互いに。ほいで、外は雪が降ってて、氷が溜まって、汚いの。
それでね、足をこう、あの置くとかね、いろいろ探したりなんかして、ね、できんでくねる。なめんなよ。喧嘩にも何にもならなかったなんかして、お互いにあの足は探してますから、ね、だって何も、バカ野郎なんて、全然喧嘩にならなかったんで、やっぱ喧嘩もやっぱりやる場所がありますからね。よくあの暴力団の人なんかサウナ風呂なんかが痛いんですよ。あれサウナ風呂じゃ喧嘩になんないんですから、体洗ってここ隠せなきゃいけない。なんだてめえこの野郎、その顔ってここが出ちゃいますから、タオルと両方持って、なんだてめえこの野郎、なめんなこの野郎って、お互いなんでくれるなって、重たいだろうってなかなか服を着るまで時間がありますから、なめんなこの野郎、ロッカーの鍵貸せこの野郎、パンツ履いたりなんかしない、靴下履いてなくて、全部あれたら何しに来たんだろうって分からなかったんだ。そういうやつがいたりなんかしましたね。でもやっぱり戦争ってもうやっぱり喧嘩ですからね。最近のあれですよ、もうお金の必ずソビエトとアメリカ、あれは喧嘩なんですか、要するに。でお互いに悪口言ってるだけですからね。でアメリカなんかソビエトの悪口ばっかり言ってましたね。必ずあのなんですか、スターウォーズとかなんかあるんでしょ、上からあの核が飛んできてからパンって撃ち落としちゃうという、あれ必ず説明してた。ソビエトのミサイル、ソビエトがソビエトあの撃った場合、核弾頭が30分でアメリカ来ましてですね、それをアメリカが上から撃ったらね、ソビエトが撃ってきますから、ソビエトが、いやヨーロッパからソビエト撃ってくればいいね、あの北海道からソビエトが、北海道みんなソビエトなんですからてめえたちは先に撃たねえのかって絶対だろ、ソビエトソビエトソビエトなんて。でもでマヌケなことがいっぱいありまして、この間なんか潜水艦が浮かび上がっちゃったんですよ、火事で。マヌケですよ、潜水艦が浮かび上がったところにね、あの水撒いてるんですよ、潜水艦の上潜りゃいいじゃないか、初めから潜水艦からね、潜水艦から煙出てるのに、消防艇とかいっぱいしてじゃん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 海水かけてる。でね、よく考えてそれ潜った方が早いって、潜らなかったりなんかしましたね。だん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 、まあ、やっぱり化学兵器ってのは発達してますけどね。だからもう筑波化学博なんかってやっぱり最近ロボットブームですからね。それであのロボット高いんですから、もう大体ね1億近くするんですからね。この間実験やりましてね、変なあのこの間原っぱにロボット持ってて、そのロボットはね、弾を投げて自動的に行ってね、こう弾を掴んで帰ってくるって、これ博士が発明したで、あの1億円近いやつでね、それみんな集まって、拍手してね、博士に表彰状もらったりして、じゃあお願いしますって、弾が、重心が弾コロコロって投げたらね、近所の犬が加えて逃げちゃったって。ロボットは延々と色をかけてるんだって。で、博士はなんかみんな目が点になっちゃったんです。あと近所のスーパーなんかロボット入れたんです、ロボット。で、子供連れてきた。これこれ、タキちゃんとお坊ちゃんいらっしゃいませなんて言って、おい、喋るな、このロボットって。ちょっと後ろの方見たらね、試合人が髪の毛からワイヤースマイルで入ってた。いらっしゃいませー。おや、お名前、なんてのかなーなんて。ただロボットのスピーカーで聞こえるだけだ。よくできてんな、このロボットって。あっちでなんかいるなと思ったら、試合人どこって言ったら、ドキッと言うのかな。で、試合人がマイク隠してきてね、でも試合人です。ロボットが名前なんてのかな、ただのお弟子さん、わかる。